ても素敵なゲストが駆けつけてくれました。 au の CM でおなじみのこのお二方にお越しいただいております。織姫役の川江里奈です。親指姫役の池田エライザです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。皆さんおはようございます。 iPhone 12 Pro、 iPhone 12発売イベントナビゲーターの若井です。第1部は声のみで参加させていただきます。皆さん聞こえてますか？聞こえてます。よかったです。さあ皆さん、本日は朝早くからご参加ありがとうございます。あと5分ちょっとで新 iPhone が発売開始という、もう記念すべき瞬間を迎えます。先ほどの庄司副社長の説明にもありましたが、魅力の詰まった製品となっていますよね。そしてみんなの 5G として au 独自のサービスも拡充していきます。池田さん、はい、使ってみたいな、気になるなというポイント、何かありましたか？先月出させていただいた発表会でもご紹介されていて、昨日サービスが開始されたスマッシュが気になっています。いいですよね。スマホで見やすい縦型の動画で 5G の高速通信を生かしたならではのサービスですよね、池田さん。はい、コンテンツもこれからたくさん増えて大注目のサービスです。 au ユーザーは加入時期を問わず6ヶ月無料です。ということで新 iPhone と合わせて au5G の進化が発揮されますね。さて来週月曜日26日から au がバーチャル渋谷 au5G ハロウィンフェスというバーチャルイベントを実施するんですが、川江さん、はい、ご存知ですか？はい、もちろんです。バーチャル渋谷にすごいゲストの皆さんが集まる、これまでにないハロウィンイベントになるみたいなので、とっても楽しみです。池田さんはいかがですか？バーチャル渋谷に以前行かせていただいたんですけど、本当に普段は車だらけで行けないところを、通れないところを歩けたりだったりとか、こうライブ会場みたいなのがあって、そこでこうスペシャルライブに参加したりとか、本当に楽しいハロウィンを過ごせること間違いなしなんじゃないかなと思います。はい、楽しみです。 5G スマホはもちろんのこと PC からも参加できますので、ぜひ皆さんチェックをしてみてください。さあ庄司副社長、もうあと数分で新 iPhone が発売となります。改めて庄司さんのおすすめポイント教えてください。はい、ちょっと先ほどハロウィンのですね話題も出たんですけど、もうこれからハロウィン、もうさらにまた年末、早いものでも年末ですんで、クリスマスといったイベントも続きますので、多くの方にですね au5G と新 iPhone の世界を本当にお楽しみいただければというふうに思っています。そうですよね、やっぱりみんなの 5G ということで 5G の世界を、そして新 iPhone を多くの人に楽しんでいただきたいですよね。池田さんは、はい、実は iPhone 11発売の時もカウントダウンに参加してくださいました。そうですね、どうでしょう、もうあとちょっとということで緊張されてきたんじゃないでしょうか？あの時も本当にお店でやったんですけど、並んでらっしゃる方々のこう緊張感みたいなものとかが伝わってきてワクワクしていたので、今も同じようにすごくワクワクしています。はい、川井さん、はい、間もなくカウントダウンということですが、本当に楽しみな瞬間が近づいてきましたね。はい、私たちはもちろんなんですけど、せっかくなので画面の向こうの皆さんも一緒にカウントダウンしてください。いいですね、配信をご覧の皆さんも合わせてカウントダウンしていただけたらと思います。さあ庄司さん、今日この新 iPhone 発売は 5G の世界がユーザーの皆さんの生活に広がる大きなきっかけになりそうですね。はい、そうですね、先ほどご説明しましたように、これ本当に携帯電話の世界ってすごく 2G、3G、4G って進化してきました。で、5G になると、先ほど言いましたように、もうとってももう画質はとてもいい、
でまたいろんなコンテンツがですね、あの 5G じゃないと見れないようなコンテンツ、こんな世界がですね iPhone 上で楽しめるというふうに思ってますので、まあ、ぜひあのこういう世界をですね皆さんあの最大限お楽しみいただければなというふうに思っております。さあお話盛り上がってるところですが、いよいよ発売の瞬間まで1分切りました。河合さん、池田さん、ドキドキしますね。緊張しますね。もう日本中の皆さん、この瞬間を待っているのではないでしょうか。庄司さん、今はどんなお気持ちですか。はい、私実はこの iPhone の発売イベント初めて出させてもらいました。ですけど今回のこの 5G というですねとっても象徴的な時に私が出させてもらって、あの本当に嬉しく思っております。非常にあの私もドキドキしてますんで、皆さん一緒に楽しんでいただければと思います。はい、さあいよいよ歓喜の瞬間近づいてまいりました。10秒前からカウントダウンします。 au みんなの 5G 新 iPhone 発売まで8 7 6 5 4 3 2 1。23日午前8時、 au5G に対応した初めての iPhone12 Pro、 iPhone12 がいよいよ日本全国で発売開始されました。さあ新 iPhone が発売となりました。改めて 5G はもう未来のことではなく、私たちの生活の一部となってきたわけですが、庄司さん、やはり多くの方が使われる 5G 対応の新 iPhone が世に広まっていくのは大きな影響がありそうですね。はい、あの本当にこの 5G の世界ってちょっと今までとは違う一段上がった世界になると思いますので、あの、まあ、それとコンテンツも多分いろんなコンテンツが出てきて、それに対応した iPhone12 Pro、 またその 5G の au の 5G のネットワーク、まあどんな世界になるのか、私自身もすごい楽しみでございます。それではここで発売となりました新 iPhone の CM をご覧いただきましょう。どうぞ。ねえ、部屋の中にいるのって誰。いや、家具ちゃんだよ。いや違うよね、俺家具ちゃんじゃないよ。いや絶対開けちゃダメって言われてるから。鶴の恩返し的な。我慢できない、開けちゃう。発売日まで絶対ダメだから。発売日、何このポーズ。ワクワク感半端ねー。すごいものの予感。よし開けちゃおう。もうダメダメダメ。 5G 対応の新しい iPhone、 5G でもデータ使い放題。すっごい恩返し。改めて新 iPhone の CM ご覧いただきましたが、河合さん、池田さん、いかがでしたか。はい、本当にあの今日まで新 iPhone を待っていた人はこんな気持ちだったんじゃないかなと思います。3人はね、一体何を見たんでしょうね。気になりますよね。よりグレードアップした新 iPhone、 さらに Apple Watch についてはこの後第2部にて河合さんと池田さんにも加わっていただき、もうたっぷりとご紹介したいと思います。お二人一緒に盛り上げてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。第2部の開始は間もなく午前8時10分を予定しております。どうぞ引き続きご視聴ください。皆さんありがとうございました。ここからは第2部ということで、みんなの au5G トークと題しまして、もう素敵なゲストをお迎えしての
トークイベントということで盛り上げていきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあそれではゲストの皆さんご紹介してまいりましょう。まずは新しいガジェットに興味がある芸人といえばこの方ですよね。土田照之さんです。よろしくお願いします。お願いします。土田照之です。朝早くからありがとうございます。さあそして YouTube での素早く詳しいレビューが高い人気を集めていらっしゃいます瀬戸康史さんです。どうもこんにちは。よろしくお願いします。瀬戸康史です。テンション高いですね。瀬戸さん、はい、盛り上がってますが、僕だけ盛り上がってる状態なんで、いいんですよ。会話はシーンとしちゃってるんですか、はい、大丈夫です。あのプーンのりおさんも喜んでますよね、はい、あピーン、よかった。いやもう今ねドッカンドッカン来てると思います。さあそして第1部に引き続きまして au の CM でおなじみのお二人です。まずは織姫役の川栄里奈さんです。よろしくお願いします。そして親指姫役の池田エライザさんです。よろしくお願いします。さあまずはですね iPhone 12 Pro、 iPhone 12先ほど8時にいよいよ発売となったということで、うん、改めておめでとうございます。おめでとうございます。もう土田さんは、はい、大の iPhone ファンでいらっしゃるんですよ ね、 ですね。はい、もう歴代の iPhone 使わせてもらっておりますけれども、どういったところが魅力なんでしょうか。まあ、やっぱなんといってもやっぱこの美しいねこのデザイン、これもファンの人もたまらないと思うんですけども、あとやっぱもう今回あれですね、 iPhone 12はこのエッジね、あのかつての iPhone 4とか5を思い出させるこの感じのデザインはいいですね、はい、あとやっぱこの色なんかもこれおしゃれでございまして、これちなみにですけど川栄さん持ってるのがこれブルーなんですね、はい、ブルーです。で池田さんが持ってるのがこれパシフィックブルーということで、今回の iPhone からの新色だということですけど、これ川栄さんいかがですか。いやブルー本当にこれあの女子でも男子でも両方が好きなブルーだなと思って、すごくおしゃれだなと思います。確かに髪のあるいいブルーですけど、池田さんいかがですか。そうですね、あの本当に洗練されていて、あの使いやすい色味だなと思いました、うんね、かわいい、おしゃれな青ですよ、うん、この辺がやっぱたまらないですね、うんうん、僕はちなみに、はい、あの今回の iPhone 12、 iPhone 12 mini は、うん、レッドがあるんですよ、うん、僕は赤が大好きで、うん、その赤が欲しいんですけど、うん、もちろんその12 Pro とか12 Pro Max 買った方がやっぱり機能的には上なんで、うん、その赤を取るか機能を取るかっていうところで今めちゃくちゃ迷ってます。ちなみに今瀬戸さん持ってるのはこれブラックですね。僕は、12のブラックを持ってます、うん、はい、いかがですか。いやもうねちょっとねこの色もそうですけど、先ほど土田さんがおっしゃったようにこのここがフラットになってるのがそうね、めちゃめちゃ違います。エッジ効いてるのはいいんですよね。エッジ効いてるね。いやもうね、すでに盛り上がっておりますが、うん、今日発売となりました iPhone 12 Pro、はい、iPhone 12ですが、どういったところがこの新 iPhone の凄さなのか、瀬戸さんポイントを教えてください。知りたい。これはね、カメラはですね、まずレンズ、広角のレンズがちょっと明るくなってます、うん、なのでもちろん暗所には強いっていうところがあります。あとは、先ほど副社長もおっしゃってましたが A14 バイオニックチップ、その画像処理がですね、 CPU が向上したんで、その画像処理で、写真がどれぐらい綺麗になるのかっていうのも非常に注目です。あとは、この僕が持ってる iPhone 12とあと12 Pro ですねの違いとしては、このレンズ見ていただくとちょっと分かる、難しいと思うけど、これ僕のやつレンズ2個なんですよ、はいはいはい、でレンズ3つのやつ、うん、どなたですかレンズ3つ持ってる、はい、あ、はい、あですね、その3つの方のあと1個増えてるやつは望遠レンズです。なので、うん、プロの方がちょっと遠く撮れるよっていう感じになってまして、うん、あとはですね、これね、今回から非常に注目なんですけど、ライダースキャナーっていうですね、その赤外線を飛ばして、その物との距離を測るっていうスキャナーが、あのセンサーが今回からついたんですよ。でそれが、あることによって物体との距離を測れるんで、すっごい暗いところだと例えばフォーカスが合いにくかったりとかするじゃないですか、うん、なるほどなるほど。それを赤外線でパパってこう距離を測ることによってオートフォーカスが暗闇でのところで6倍合いやすくなるという、こうデータがありまして、これがだからどれぐらい撮りやすくなるのかっていうのは僕も正直今ここで今日ここ初めて持ったんで分からないんですけど、注目はそこだと思いますね。
いやすごいですよね。でもほら、うん、なんか毎回ね新しい iPhone が出るたびにほらカメラの性能上がってますけども、はい、簡単に言うと今回のやつはあれですね、もう暗いところでも明るく綺麗に撮ることができるということなんですけど、これナイトモードがね、これあの手前の方にというか、だから要は自撮りするときも暗いところで自撮りしても綺麗に映るんですよね。そうなんですよ。しかもこれレンズももう一個超広角ってやつもついてるんですけど、そっちでもナイトモードできます。だからちょっと我々これね、これ高性能のカメラがついてるんで、よかったらこれ写真とか動画をちょっと皆さんにも撮ってみませんか。撮りましょうか。いいですね。いいんすか撮って。いやいいっすよもう。うわやった。みんな撮っちゃうよ。撮っちゃうよ。だからね、エッジ効いてるからこれ横持ちの時すごいよ。いやこれ、ね、持ちやすいですね。本当だ。ここ、ね、画質もすごくいい。ねえ、綺麗っすね。いいねこれ。いいねこれ、ちょっと自撮りしちゃおうかな。わあすごい。いやもうすごい。土田さん。はい。真剣ですね。あ、そうですね。楽しんでますね。せっかく撮るなら綺麗に撮りたいんで。はい。で、実はですね、あのナイトモードで事前に撮影した写真を用意しておりますので、はい、こちらを見てください。見たい見たい。あら、お。ナイトモードなんですよ、これ。まあ、鼻綺麗ですね。すごいですね、これ。はい。ね、こんなに綺麗に。画質で映るということなんですね。なるほど。本当にこれ、本当にって本当ですかこれ。本当に iPhone 撮ったんですか。そうなんですか。一眼レフとかじゃないんですか。違います。後でなんか画像いじったりしてないんですかこれ。大丈夫ですよ。大丈夫なんですか。はい。河合さんや池田さんはカメラ機能をたくさん使うこと多いと思うんですが、やっぱりこれは嬉しい機能ですよね、はい、うん、そうですね。カメラはなんか一番使う機能だと思うので、確かにすごく暗闇で撮れるっていうのはすごく嬉しいです。池田さんいかがですか。そうですね、やっぱ画質が上がると、うん、まあ、写真の容量も大きくなると思うんですけど、うん、5G 対応なので友達に送ったりするのも早くなりますよね。ですよね。いや、そうですね。だからあの画質がね、やっぱ高画質になると、うん、あの大容量の写真データも 5G だとこれ、ね、やり取りがこれかなりスムーズになりますもんね。 5G なんですよ今これね。これね、あのこれ皆さんこれ画面の右上見てください。5G って書いてあることにめちゃくちゃびっくりしました。そうですね、だから 5G 使えるから。今までは 4G だったのに 5G になってんのよ。 5G になってる。めっちゃびっくりするからみんな見てみてぜひ。ね、はい、なんかテンション上がりますね、これだけでも、はい、見た目も機能も魅力的な iPhone12 シリーズですが、やはり最大の特徴といいますと 5G 対応ということではないでしょうか、うん、でも 5G っていうと料金高くなるイメージがあるんですが、ね、ありますよね、うん、佐藤さん、はい、そのあたりはいかがですか。もうそれはもちろんもう 5G はめっちゃ速くなるんだからデータもいっぱいいきますよ。だからそれだけもうパケットも多くなるってことなんですけど、うん、だからこそデータ使い放題が必須になってくるということなんですよね、うん、なるほど、はい、だからね、あの先ほどあの副社長もねからも言ってましたけど、これデータ使い放題プランのですね説明がありましたけれども、すごくいいなと思いましたね、うん、これはあのデータ制限なしでこれスマホライフを楽しめるっていうのもねありがたいですし、さまざまなこれ動画コンテンツが見放題なんですね。これ見たいコンテンツの組み合わせでを選べて、しかもこれどれもお得だということで、これいいですよね、うんうん、はい、河合さん、こういろんなプランありますが気になるプランありますか。はい、私あの YouTube とかよく見るので、うん、なんかこのプラン入って使いたいなと思います、うん。さあ、あと続いてあと au ワイド学割、これがねスタートしてるみたいなんですけども、これ何がすごいって、これ河合さんも池田さんも29歳以下ですから、はい、学割対象なんですよね。え、これ学割使っていいんですか。いやこれいいんですよ、だから2人29歳以下なんですから。学生じゃないのにいいんですか。そう、これはもう考えてみたらすごいサービスですよね。すごいです。ね、めちゃめちゃね安いですよね。安いですよね。いや、早速入ります。え、僕は40歳なんですけど入れますか。入れません。入れないですね。すいません、すいません。さあ、じゃあともう一つね、じゃあ、あと僕が気になった、ね、機能がですね、これ 5G エクスペリエンスなんですけれども、これすごいですよね。はい、うん、これはですね 5G エクスペリエンス、先ほどの副社長のお話聞いてましたか。皆さん聞いてましたか。ね、データマックス 5G っていうそのデータ定額データ使い放題プランをご利用のお客様が 5G エリアに入ったら、ね、プランとエリアが同時に揃った時に動画の品質をより高画質に自動的に HD からフル HD になるという、そういうやつだそうです、はい、ということで実際に今から皆さんでこの高画質に 5G で高画質になるのを
見てみましょうということで、テラさん見ましょう。テラさん、はい、はい、うん、はい、ね、皆さんそれぞれ見ていただきたいと思いますが、さあ私はですね、今、あ、すごい、テラさん、テラさんね、やっぱやっぱ綺麗ね、すごい綺麗、よし見るぞ。普通に我々素人見ても綺麗だなって分かりますもんね。ちょっとあの皆さんにもお見せしたいんですけども、私の画面なんですけれども、ちょっと遠いかな、でもね本当綺麗なんですよ。そしてほら皆さんご存知のあの方が出てらっしゃいませんか。分かります、分かります。ん、誰ですか。あ、ちょっとアップなんないかな。アップなんないかなって。うらちゃんこと桐谷健太さん。あ、そうですね、はいはい、うらちゃんご出演されているドラマを見ているところなんですよ。いかがですか。いや、しかもね、これあのディスプレイも今回から全てのモデルで有機 L ディスプレイになってるんですよ。あ、なるほど。だから画質も綺麗だし、ディスプレイも綺麗だから、マジで僕今あの大人気アニメを、今みんな大好きな大人気アニメを今見てるんだけど、すげえ綺麗です。はい、いいですよね。さあ、じゃあ皆さん一旦テラサは作ってください。そうですね、はい、あとこれあれですね、あのテラサの他にもですね、フェイスタイムなどもね、この機能使えるみたいなんですけど、フェイスタイム最近やっぱあのテレビ電話する機会ね、すごく多いじゃないですか。これやっぱすごく嬉しいですよね。うん、嬉しいですね。あの高画質のフェイスタイムとかすごく便利だなって思います。うん、そうですよね。池田さんいかがですか。あのやっぱり会えないかったりすると、画質がいいだけでそばにいる感じがしますよね。うん、それがこう 5G エリアに入って自動に切り替えて高画質にしてくれるっていうのはすごいありがたいなと思いました。うん、あの私もとってもフェイスタイムは便利なのでよく使ってるんですけれども、au5G でどれだけ高画質になるのかちょっと今試したいなって思うんですが、うん、池田さん、はい、今からフェイスタイムしていいですか。もちろんです。やった。いや、よかったですね。やだって言われなくてよかったですね。そうだ、よかったです。僕もやりたいんですけど、フェイスタイム。いや、あの瀬戸さんじゃなくて、私、池田さんとやりたい。池田さん、つないでみてください。はい、どうぞどうぞ。じゃあ、池田さん、私、かけますね。はい、お待ちしてます。はい、いきますよ。来てました、来ました。あ、来ました、はい、来ます。池田さん、お、来た。すごい、お、すごい、高画質。あれ、なんだろう、すごい画質が、これなんかテレビで撮ってるカメラよりも高画質じゃないですか。いいですよね。え、これフェイスタイム、すごい。あ、実はこんな感じで撮ってました。すごい、すごい、かわいい。フェイスタイムって結構画質があまりまあよろしくないっていうイメージありましたけど、確かにこれ見てるとなんかこれちょっとすごいですね。これが 5G のパワーなんですね。相当画像いい。あ、ちょっとテカリを気にしてるんですか。気になっちゃうぐらいだから綺麗ってことですね。すごいね、すごい綺麗、めっちゃ綺麗、本当に合ってるみたい、ね。うん、はい、あのお別れしたくないんですが一旦切ります。はい、いや、すごいわ、すごい、うん、すごい。さあ、瀬戸さん、はい、本当にすごいですね。いや、だからその先ほど言ったように使い放題のプランと5G のエリアが同時にこう重なった時にこの高画質になるっていうのができますから、皆さんこれ覚えておいてくださいね。しかもこれができるのは現時点で au のみです。あら、 au のみですから、皆さんぜひ 5G エクスペリエンスチェックしてみてください。はい、はい、そんな新 iPhone ですが、同時に展開されるあのアイテムも押さえておきたいポイントがあるんですよね、土田さん。はい、そうです。こちらね、アップルウォッチでございます。うん、もうすでに、ね、お持ちの方も、ね、多いアイテムですけれども、これ本当便利なんですよね、瀬戸さんね。はいはい、そう、そうなんです、そうなんですよ。もう僕もですね、今これつけておりますけれども、これね、アップルウォッチは最近はですね、もうそのなんか自分のこう体をこう全部モニタリングしようみたいな、うん、そういう感じにだんだんなってきてまして、うん、例えば血中酸素が測れたりとか、あと心拍数が測れたりとか、うん、あと睡眠時間測れたりとか、うん、あとはその高度、常時計測できる高度計、だから今自分がどの高さにいるのかっていうのが測れたり、今ソロキャンプとかすごい人気ありますから、山登る人とか自分がどの高さにいるのかすぐ分かったりとか、あともちろんウォーキングしたりとかランニングしたりとかした時にどれぐらい距離走りましたか、どれぐらいカロリー使いましたかっていうのがもう全部分かるようになってるんで、うん、とりあえずこれつけとけば、まあ、自分のもうよりよくキラキラ輝いて生きようという意識高い生き方をしたい人はもう絶対これはもう買いだと思います。自分の体管理できるってことですもんね。もう自分のこともいろいろ分かりますので、僕 も頑張ってつけてます。はい、あとなんか手洗い機能もあるんですよ。
手洗いとかの手洗い、そう、ナイス、辻田さん、ね、あのね、うん、手洗いすると自動的にこのジャーっていう音とこのセンサーで20秒測ってくれるので、ジャーってこう手洗ってて途中で、あ、もうやめようってやめたら時間も止まんの。そしたら、うお、なんだなんだってこうちゃんと20秒やるとピローンってなって、はい、終わりです、グーって出てきて、こう手洗いが終わる。だから手洗いも楽しくなるわけですもんね。そうなんですよ。しかも連続で僕昨日手洗ってみたんですよ、うん、もう一回洗ってみようって、もう一回洗ったらならないんです。めっちゃ賢いんです。そうなんです。どうですか、河合さん、この機能。いや、すごいですね。あの時計とは本当に思えないので。そう、時計だけじゃないですもんね。なんかぜひ使いたいなと思います。池田さん、興味湧いてきますね。いや、すごい湧きます。あの健康管理にこんな特化してるなんて、本当に心強い相棒だなっていう感じがします。ぜひ池田さんも管理してください。あとあれですね、さっき聞いてこれすごいなって思ったんですけど、これファミリーのこれ共有設定ができるね、はい、ウォッチナンバーっていうのがあるんですけども、これが au 独自のサービスですね。これ au 独自です。これだから、あの今までこれ iPhone 持ってて Apple Watch っていうのが当たり前だったんですけど、例えばじゃあ僕が1台この iPhone 持ってたら、子供たちに Apple Watch をこう持たせることによって、みんなだからそれ使えるんですよ。で、僕も子供たちが今どこにいるかとか分かったりとか、あと例えばじゃあお子さんとか関係なく、その例えば実家のね、お父さんお母さんにこれアプローチつけてもらったりするとですね、そうです、お父さんお母さん急に心拍数が上がったりとか、急に心拍数が下がったりとかした時とかも教えてくれたりするんですね。あと転倒なんかも分かったりとかするっていう、これもかなり便利だと思いますよ。いいですね。すごいですね。au ショップの取扱店舗を拡大しているそうですので、ぜひ皆さんお近くの au ショップでチェックをしてみてください。はい、さあ今日はもうたくさん新しい情報出てきましたので、改めてサービスをまとめてみたいと思います。うん、au 5G 秋特キャンペーンなどで新しい iPhone の機種代金もお求めやすくご購入いただけます。そして au ならデータ使い放題、データ使い放題が当たり前の時代となりましたが、 au では 5G の使い放題をお得にお楽しみいただけるよう、お客様の楽しみ方に合わせて豊富な料金プランを取り揃えました。さらに29歳以下の方はワイド額割でもっとお得になります。また au なら 5G エクスペリエンスでこれまでにない高画質機能など 5G ならではの体験ができます。そしてセルラーモデルならではの Apple Watch サービス、ナンバーシェア、ファミリー共有設定ができるウォッチナンバーなど、 iPhone がなくても Apple Watch がご利用いただけます。いや、もう土田さんすごいですね。いや、本当もう僕も22年間あの au ユーザーなんですけども、本当良かったです。あの、ちなみにあの私、あの今日今朝調べたんですけど、au の契約期間21年と3ヶ月でした。あら、土田さんに負けました。ほぼ同じぐらいの時ね。そうですね、はい、本当に長くお使いいただいてありがとうございます。さあ、そして au ならではの嬉しい情報はまだまだあるんです。バーチャル渋谷 au5G ハロウィンフェスですが、来週29日にはあの大人気のビッシュさんが登場しまして、ハロウィンスペシャルライブを開催予定です。またバーチャルライブの出演記念としまして、 Apple Music では映像、ライブ音源などを独占配信中です。ぜひチェックをしてみてください。 au 限定でその Apple Music が6ヶ月間無料でご利用いただけますので、この機会にぜひ Apple Music お試しになってはいかがでしょうか。さあ、そして最後に今このイベントが行われている会場であります、この銀座456では、本日発表しました新 iPhone を使ってさまざまな 5G コンテンツをお楽しみいただけます。時期や内容など詳細は銀座456のウェブサイトや Twitter、Instagram などでご案内いたしますので、ぜひご覧ください。いや、まだまだもう皆さんからいろいろなお話いただきたいし、もうね、瀬戸さんは止まらないですね。あ、今パノラマ写真撮ってるところでした。すいません。もう皆さん本当に盛り上がってくださいましたが、お時間となってしまいました。はい、それでは最後に代表して河合さんと池田さんからご覧の皆様にメッセージをいただきたいと思います。まずは河合さん、お願いします。はい、スマッシュやバーチャルハロウィンをはじめ 5G ならではのコンテンツが au から続々と誕生しています。それぞれ皆さんにぴったりの形で思う存分新 iPhone を、そして 5G を楽しんでください。池田さん、お願いします。
まあ、この前出演させていただいた au さんのイベントでも感じたんですけど、いよいよ 5G の世界が私たちの生活の一部になってきているなと思います。まさにみんなの 5G 体験を今日発売になった新 iPhone で楽しんでみてほしいなと思います。ありがとうございました。本日発売となった iPhone12 Pro、 iPhone12 で au5G の世界をぜひ皆さん思う存分お楽しみいただけたらと思います。それではこれでお別れとなります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。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 